はい、どうもこんにちは、今回はですねオートプラネット名古屋館内に行ってですね、ちょっとした DIY やっていこうかなと思います。今回組み立てるというか紹介するのがこちらですね、イージードームハウスっていうやつですね。多分ね組み立て自体は2人ぐらいで、1時間半ぐらいでできるのかな、バチッとやれば。このドーム型のちっちゃなお家、こちら建てていこうかなと思います。というか実はこれですね、ちょうど日程が決まった後ぐらいで自粛がうんぬんかんぬんみたいなのが出てきたんで、ようやく撮影しに来ました。3ヶ月ぐらい、はい、待ちましたかね。というわけで、やっていこうかなと思います。はい、で今こんな感じでね組み立ての材料をね揃えてます。でさすがに1人だとちょっと組み立て厳しいので、イージードームハウスの方をね手伝ってもらいながら2人でやっていこうかなと思います。そんでですね組み立てとしてはまずね下の床部分をやってもらってから横の外壁ですねやって、あとまあ屋根つけたりとかゴニョニョってやっていきます。はい、そんで今こんな感じで床を作っていきます。やばい、もう台座できてた台座自体はねもう本当にプレート並べるだけなんですぐできちゃいますね。で結局あの2人の方にお手伝いしてもらっております。はい、これ真ん中できましたね。はい、じゃあ結合させたらこんな感じでネジ打っていきますね。この1枚につきねこことここ2箇所ネジ止めしていきます。はい、ちょっとこの真ん中やらせてもらいます。すいません、ちょっと下手くそが出ちゃったはい、これでね土台が完成ですね。あんまり撮影せずにやったら結構早く終わる、まあ、手慣れてる方がやってるっていうのもあるんですけど、ネジはめ込むのは結構簡単で、ここが、樹脂になってるんで、まあ、ネジを少しだけ突っ込んであとはゲンドラで奥に回すという感じですね。はい、じゃあ今から外壁ですかね、外側を埋めていきます。今からこの外壁張っていくんですけど、はい、ここのところにねすっぽりはまるのと、ここにあのネジ穴があるんでそこをねここの真ん中に来るように置きます。そしたら1人はこういう風に押さえておきます。そうしないとね倒れちゃうんで、そのまま押さえていただいて、はい、はい、すいません。はい、そしたらもう1枚パネルが来ました。はい、はめてもらって、で横はしっかりこう押さえておきましょう。そしたらねあと隣は同じ感じですね。はい、今2枚目が裏側で固定していただいております。これをねずっと続けてきます。次3枚目、今度ここを押さえればいいですか。はい、はい、まあ上側とね下の方もしっかり押さえていただいてね、ちょっとカメラ撮影したからなんで、あんまり役に立ってないんですけど、じゃあ、こんな感じでねちょっと今回していきます。こんな感じですね。上の方で、1、2、3、4箇所と、あとさっき言ってたここの1箇所ですね、こんな感じで止めていきます。外壁の枚数が 1、2、3、4、5、 5枚ぐらいすると自立できるようになってきます。板をセットする。でもう一人がその間を、まあ、ぐらつかないように固定するという感じですね。その間にもう一人が板を連結させていくという感じです。これをね外壁を1周分ですねやっていく感じです。組み立て自体はこういう風に、まあ、何個もネジ止めしていかなきゃいけないんですけど、組み立て上ねすごい複雑な作りだったりとかではありません。ただね、まあ、2人なり3人でやらないと組み立てられません。はい、じゃあやってきます。あ、そうですね、あ、できた。でここか。じゃあ下はデンドラで普通に。はい、どうぞ。はい、OK。基本的にはこのパネル2種類あって、まあ、ここがくぼんじゃってるやつと逆にここが出っ張ってるやつですね。これを交互に組み合わせて作っていってるわけでございます。あと 1、2、3、3枚。
はい、今ね結構サポートしてもらってるんですけど、ここがね、入り口になります。でそれ以外のパネルですね、こうぐーっと一周ね、はい、じゃあ天井からやっていきましょう。はい、今はね横の外壁なんですけど、今度はね斜め上というか上側の外壁ですね、はい、これを取り付けていきます。今上段の方のパネル取り付けていきます。これもねやっぱ2人で表と裏ね、1人が支えて1人が固定っていう感じでやっていきます。でこれが2枚目という感じで続けていきます。こんな感じでね、まずはね上段の外壁の方をこの下の方だけねバーって止めて、で後からこの横の方ですね、また今度ドドドーっと締めていく感じになります。一通りつけれました。次はねこの入り口の上の方つけていきます。じゃあこれからは横の方をつなげていく作業ですね。はい、これで外壁と呼ばれる部分は一通り完成ですね。あとここ入り口と、あと屋根、そんな感じ。入り口の方なんですけど、油圧の開閉装置になるので、普通にやるとねここが持ち上がっちゃうみたいなので、しっかりねここ止めておきます。はい、装着、ヒンジを取り付けていきます。おお、はい、ドアが完成したので、うん、しっかり開きますね。最後屋根を取り付けに行きます。上の方がねぽっかり開いております。まずは、外から少し押して、はい、中で受け取ります。はい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 、屋根はねこのプラスチックの出っ張りのところとね、この内装の出っ張りが合うように合わせます。はい、ではさっき中で説明した通り、このくぼみのところをですね合わせると、ちょうどねここネジ穴がちゃんと合うように作られているので、あとはねこれを打っていくだけですね。一気に全部やらずに、まずは仮止めで一周回っていきます。結構地味なんですけどね、まあ、大変な作業ですはい、こんな感じでね仮止めが今一周終わったんで、今本締めでデンドラで一周ぐるっと回ってるところです。はい、あとはもうできるのは時間の問題のはず。この壁の素材は高密度ポリエチレンでできております。結構ねなんか柔らかくもないし、しっかりなんか風とか雨とかそういうのに強そうですね。でしかもねちょっと軽いんでね、まあこうやって2人3人とかでね簡単というかちょっと疲れるんですけど、2人3人で作れる感じですね。ほらボンボーンってはい、というわけでね完成です3時ぐらいに作業開始して、今5時ちょっと前なんで、まあ、2時間弱ですかね。まあ、実際にはあの撮影の私が若干邪魔になりながらやったので、まあ、ある程度 DIY とか慣れてる人であれば、1時間半ぐらいでできるみたいです。で、まあ、今回は、3人でやりました。まあ、ちょっと撮影の私が若干人数分にならないので、あの外側から支えたりとか作業したりする人、内側から作業したりする人と、この微妙な接合部分をこう調整する人っていう感じで、もう一人いました。2人でやろうと思えばできる感じですね。1人では無理です3時間ぐらいかかると思ったんですけど、2時間でできちゃいました。はい、そんでね中は広く感じますね、やっぱり。そんで今中に何もないので、
マスク外すと結構声がね響くんですよ。で、天井はねこういう感じでね透明の屋根になってます。はい、でドアも開くとこんな感じです。床面積でいくと4畳半ぐらいの広さになります。ここねこんな感じ。はい、なので、まあ、コロナの時にはこちらも、まあ、休憩所とかとして活用されていたみたいです。まあ、それより前のところとかだと普通にアウトドアの、まあ、ちっちゃい小屋とかですかね、あとはイベントとかの、まあ、休憩所じゃないですけど催しとしてよく出展されてるみたいです。外側から見るとこんな感じですね。丸い球体ですね。閉めるときはもうこのまんまスッと下ろしてもらえれば閉まります。すごいなこれ結構ね近くで見ると大きいですねこれ。まあこんな感じでね、2時間ですね。はい、っていう感じでございます。今回ね作ったやつが、イージードームハウスというものになります。価格はね、本体のやつでいくと78万円です。でまた概要欄に URL とか貼っておきます。オプションパーツもね結構多いらしいので、はい、いろいろ楽しんでください。結構ねなんか突貫というか2時間でできた割にはすごいドアも開けやすいし、もう普通の家ですね。まあね、もし機会があればねぜひ、まあ、ここの展示場にもありますし、買える方はぜひご購入ください、はい、というわけで、以上です。今回は2時間でできるお家イージードームハウスをご紹介いたしました。いやけどここ面白いやついっぱいあるんでね、まあ、もし来れる機会があればぜひ。はい、そんじゃまた。